はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 ジャジャジャン飛鳥さんプレミアムコンサートツアー「ハイヤーグラウンドアンコール公演2022」というこのライブの映像を見させていただきながら私が勝手にいろんなことをお話をしていく動画でございますけれども今日でも17本目まで来ましたが前回このタイトルにもなっておりますツアータイトルにもなっております「ハイヤーグラウンド」という楽曲が終わりましてもう飛鳥さんの歌い回しがもうすごい、えー、メロディーの歌い回しももちろんなんですけどその 本来メロディがないところでもうわー、うわすごかったんですけどその勢いそのままに次の楽曲は「月が近づけば少しはましだろう」という曲なんですけどこれがまためちゃくちゃ熱い歌なんですけどどんなパフォーマンスをされるのかこれもねあの以前飛鳥さんの、ね、ライブを見に行かせていただいた時にも何回もこう生で聴かせていただいておりますけども,もうこの一曲だけでもちょっとこうなんですかね グッと熱くなってしまうというか感動してしまうみたいな飛鳥さん自身もかなりパワーを使って歌っていただける曲だと思うんですけどこの流れでどんな感じになるのか楽しみでございますそれでは1時間46分15秒のところ前回のハイヤーグランドが終わったところから再生ポコンじゃ皆さんの温かい拍手があって どうなっていくんでしょうシーンと音がなくなりましてまたバイオリンから入ってギターを置きましたアスさんマイクスタンドの前に いろんなことを言われるチャーフィにやっぱりすげえ声響く弱くなるいろんなことを考えるチャーフーにあうた声響くな打ち抜かれて恋人も知らない一人の男になる壁にもたれて もうと受け止める小さな滝のあたりで角を曲がるといつも消え失せてしまうことはだけど心の中では切れてし方ない この指の先でサートサートキャラだけどつもり始めたら泣けて仕方ない <laughs> 声めちゃくちゃなってますね。お客さんからも拍手来てますマッキーのソロギター。

夢まみれで滑り込むようなことばかりで溜めますね。毎日の自分をどこか振り分けてた幕の中を 通り過ぎゆく人を、のい一瞬の人朝の改札では大勢の人が流れてゆく、カーテンを引いて、ベッドに転がる、すごいですね、もう。 ゆかに変わる時間を貞子さん叩きながら歌っております。今豚をとじる月が近づけば少し上を見上げて少しはましだろう。息長。すごい。動きたくない体をもう体。 横向いちゃってるぐらい、顔はもう完全横。シドバーって聞いてた。えー、え、え、ああはすごい。ならい,い、え、サイレンの音胸の音なのから。え、ああ、おああ、 なんだすごいですね言葉だったんだけど心の中では切れてしかたないこの指の先でそっと拭き取れるはずの言葉だけど積もり始めたら泣けてしかたない 静かに変わる時間を閉じるようにまたを閉じる月が近づけば少しはましだろう静かに変わる時間を閉じるようにまたを閉じる月が近づけば かつけばよ <laughs> 完全に顔を後ろ向きましたね、また。うあやよ。なななよ。なるなるらよ。なくてしかたない。なるるるるる

飛鳥さんはマイクの後ろにスタンドからご5歩ほど下がって立って会場の客席の方を見てますんお辞儀をした飛鳥さんいやーだからかもうすごい拍手の音本当に大きいです いいやーちょっっと私うるささかったかたもしれないですね皆さんすね皆んまあのこの飛鳥さんの歌と映像がものすごくパワフルなんで真似をしているとねちょっとうるさい音になってしまったかもしれないで私が歌ってしまうとねいやこれあの聞いていただいてね分かるかもしれませんけれども本当に熱い曲で、まあ、歌ってる方としたらですねあの空気のようもたくさん使うし なんて言うでしょうか、ね、あのごまかしの利かない曲というかあれ静かにかわ今サビの頭が急に出てこなくなりました「静かに変わる時間は」これ高音と伸ばして終わらないといけないのでここをこうなんですかねなんとなく触って終わろうってできないんですよね。強い音で高音と出し切ってフレーズを終わって「ただのようにわぶたは」 閉じる「月が近づけば少しはマシだろう」っていうこの一つ一つの音符が太く響いてこないとなかなかこの楽曲のこうスケール感というかえ持ってる空気感にこう空気をしっかり声をしっかり出さないと追いつけないというようなねうんまあそういうのを今私はごまかしが効かないとい言い方をしましたけど。 だから今ね、まあ、いろんなこう流行ってる、えー、曲ありますけどどっちかというとこうね「テレレテレテレデレ,デレデ具体的に歌ってしまいましたけど例えば YOASOBI のお二人の楽曲なんていうのもすごく聴いてて軽快でメロディーもそう面白くてねで、もボーカルのいくらちゃんっていう女の子も非常に綺麗に歌いますけれどもこういうなんかこうね 太い声でブワーって張るみたいなっていうよりかは、今の時代はどっちかと,いうとこうね。綺麗にメロディーをこう軽快に通っていくみたいな、歌っていくみたいなものが結構ね、多いんじゃないかなと私は勝手に思ってるんですけど、こんな。が近づけばこんな太い声で歌い続ける曲ってなかなか。ないと思うんですよ。最近は。まあ、でもあるんですよ。実際こうやってあすかさんもライブで歌われてますから。 どっちかっていうとやっぱり私はこういう楽曲のもう歌ってる、まあ、飛鳥さんもそうですけど、まあ、玉置浩二さんであるとか <laughs> まあ,あとそうですね、まあミーシャさんとかスーパーフライとかも結構そうですかねブワーッと空気を張って歌うタイプのボーカリストの方は私はもう個人的にはすごい好きなんですけどもで今こうやって見ていて、まあ、今まで17曲18曲と歌われてきた飛鳥さんがね今の一番高い。 が近づけばとこの曲の中で一番高い音だと思いますけどこれを出す時に私はどういうふうに今出されるのかなと思ったんですよね。で今こうね動きもある程度こう真似しながらこう歌ってるんですけど私はね後ろ側に行くかなといつものようにそれかまあちょっとこう上向き加減でさっきもね一瞬後ろ向くぐらいまでこうなってましたけど一番高い「月が近づけば」の時は。 マイクここにあって「次が近づけば」と顔をあまり上げずにグッと横後ろに引いていくような形で出しに行かれてましたけどこれはいつもこういうふうに出されているのか今たまたまこのライブではこういう風になったのかわからないんですけど私が見る感じやっぱり飛鳥さんも人間ですから多分人間であればですね 1>, まあ1曲歌うのも大変なんですけどこうずっと十何曲と続けて歌ってくればそりゃすかさんといえどもやっぱり空気を出してくる力というのは少しずつこうね、えー、弱くなってきてる部分があるかなと思うんですよね。なのでそれをグッと高い音出す時に今まで上を向いたり横上を向いたりしながら出していたところからもしかしたらですよもう一段階。 ちょっと苦しくなってきた時には私が偉そうに最初の方から言ってますけど上の方を向かずにグッと顎を引いてびっくりに直接空気を当てた方が高音とは基本は出しやすいと思うんですけどそれを今「月が近づけば」の時には意識してか偶然か感覚的にか分かりませんけどなんかそれを今初めて高音でそう使われてたような気がしておっと。 思いましたけども実際はどうだかわかりませんけれどもうんでも本当ねあの高尾といったこうやって歌うっていうのは気持ち的にはね皆さんカラオケとかの向こうやられますけどあすさんはそういう風うにやっても今出てますからこの出し方は一つのね、まあ、あすかさんの歌唱法ですけど一般的にはやっぱり上を向くよりかはグッと顎を顎を引いてというかね顎を上げないようにしての方がいいですかねこの喉の管をこう細くしないようにして 空気で踏ん張るっていうのがまあ、高音出す時には出しやすいだろうなとは思うんですけど一瞬ありましたねまあ、この後またね曲が続いていきます高音が出た時にどういう風に歌われるのか非常に私は興味深いですけれども今回は月が近づけば少しはマしだろうというもう素晴らしい歌声そしてパフォーマンス、えー、熱さ届いております私も映像でもね すごかったお客さんの,あのたくさんの拍手も気持ちがよく分かりますけれども。はいということで今回はこんな感じで続きはまた明日以降ということで皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。